ステップ3、重要管理の計画書。重要管理では温度に注目してメニューを3つのグループに分類します。温度で分類ですか？はい、食品は10度から60度の危険温度帯に置いておくと細菌が急速に増えてしまいます。加熱してから冷めるまでほとんどじゃないですか？そうなんです。ここに留まる時間を短くすることが管理のポイントです。では実際にメニューを分類してみましょう。まず第一グループは加熱しないものです。あ、うちの店だと刺身や冷ややっこですね。そう、そして唐揚げに添えるレモンもここですよ。次に第二グループは加熱して熱いまま提供するものです。ステーキ、焼き魚、ハンバーグ、唐揚げ、この分類が一番多そうです。そうなんですね。では第3グループは加熱した後冷却するものです。ポテトサラダと、カレーやスープのように再加熱を繰り返すメニューもここに入ります。はい、わかりました。ではメニューを3つに分類できたら次はそれぞれのチェック方法を決めます。チェック方法ですか？はい、第1グループなら不衛生な手で触らないようにしたり、提供する直前まで冷蔵庫に入れておくことが大切です。薬味はトングで盛り付けています。さすがです。第2グループは火の強さ、加熱時間、食材の色や温度に注意して十分に加熱ができているかを確認します。ああ、なるほど、生焼けしない方法にするということですね。そうですね。第3グループはゆっくり冷ますと生き残った細菌が急速に増えてしまうので、できるだけ早く冷却することがポイントです。うちの店ですぐに冷ましたいときは小さな容器に小分けしています。ああ、それはとてもいい工夫ですね。さて、これで重要管理計画もできました。ここで各メニューの調理マニュアルに注意事項としてチェック項目を書き足すといいですよ。マニュアルに書いておけばスタッフが調理の時に意識できますね。